ラタム47ラタム47の模型ラタム47はフランスの飛行艇である。1928年遭難した飛行船イタリア号によるイタリア探検隊のノベレ隊の捜索に赴いたノルウェーの局地探検家ロアールアムンセンを乗せて行方不明となった航空機である。フランス海軍の大西洋を横断できる長距離飛行艇の要求に基づいて ソシエテラタムシーが開発した。一応半の主翼を持ち、ファルマン1 2 b エンジン2機を上翼の下に、タンデムに配置した。操縦士と副操縦士は横に並んだ、開放式のコックピットに登場し、ノーズと中央部に基銃を備えたコックピットが設けられていた。海軍に12機が納入された。2機が、 イスパのスイザー12は、A、エンジンに乾燥されラタム 47P として民間用の郵便機とされ、地中海路線では1932年まで使用された。1928年5月25日に遭難した飛行船イタリア号の救援のためにロアールアムン船ンと同僚を乗せたラタム47.02は1928年6月18日にノルウェーのトロムソを出発し、 バレンツ海を越えた後、行方不明となった。8月末に、トロムソ沖で、フロートが見つかり、10月にガソリンタンクが発見された。出展、ザイラストレーテッドエンサイクロペディアオブエアクラフト諸言、性能武装。ありがとうございます。